まり睡眠時間を取らずに行ったらもう眠すぎた。帰ってきたら早く配信したかったんですけど、この時間になってしまったわ。リップ変わったんや今日から変わったというか変えたんやけど、配信で見たらめちゃめちゃ赤くない？めっちゃ赤くない？こんなに赤いのかな、実物で見ても。鏡見た時はなんか鏡で見るよりさ、この配信のカメラ越しで見る方がめっちゃ赤い気がする。気のせい？こんなもの？でも赤、まあ塗りたては塗りたてそれはそう、配信始めるために塗ったから。そう、こういう赤色は珍しいかも。あんま持ってなかったかもしれん。じゃあ次の公園とかでつけようかな。待って、全然ギフトのギフトが表示されない欄見てた。ありがとうございます。めっちゃスルーしてたかもしれん。ビルマさんありがとう。ゆずきちさんありがとうございます。いっこうさんもありがとう。ゆずきちさん、皆さん神神ありがとう。ネモースあら、初見さんありがとう。ザ唇って感じって、確かにそれはそう、赤いからね。くれない、一緒にお仕事した某メンバーが最近さやかりに褒めてもらって嬉しかったとエピソードを聞きましたって。褒めた？最近褒めたメンバー誰だろう。最近褒めたメンバー誰だろう。褒めたかな。ビルマさん、クマありがとうございます。肌がいつも以上に白い気がする。あれかもしれん、もうここ数日体調を崩して引きこもってたので、あれかも、白くなったんかもしれん私がインドアなのは一年中だから関係ないか。
ケンちゃんありがとう。確かに最近って難しいよね。私の最近は2週間以内が最近。どうこれ、みんなの認識と合ってる？3日以内はもう今日よ。1ヶ月以内か。でもさ、1ヶ月前のことってさ、覚えてなくない？最近いつも配信してるよね。だってそうだから2週間以内にした、してるってしてたらもうそれは最近だけん、そうね、最近割と配信してるかなって感じ。うんですねでもみんなさっき1ヶ月以内も最近っていうのもちょっとコメントもあったので、なるほど、ちょっと学んだ1ヶ月以内は最近って学んだ今だから次私はまあとりあえず2月やさ、3月1日ぐらいにしても最近になるのか冗談です冗談です。最近皆さん何してる？1月がもう終わるんだって。そうですね、今日メジャーデビューしてから ST48 60私はスマホのケースを変えました。なんか最近本当に数日前変えたばっかなのにさ、なんか黄ばんでる感じしない？気のせい？のせいかしら。可愛くて買っちゃった。このこれが、この存在が可愛くて買っちゃいました。こいつがねって口が悪い。このお方がね、こちらのお方が、羊なの？犬じゃないの？
翔一さんありがとうございます。私なんか定期的にスマホのケース変えてる気がするけど全部持ってる。だから戻ろうと思ったらいつでも戻れます。最近何してたかな。あ、でもちょっと前にサーヤンとご飯に行った。それはいつだっけ。最近最近行きました。2週間以内に。最近マジで死んでますって。大丈夫かい。なんで誘ってくれなかったの。ではごめんね、その急遽急遽だったからさ。ごめんごめん。ごめんごめん。誘ったらよかったね。え、そう、そこで私初めて鹿のお肉を食べて、人生で初めて。鹿だったかな。私ユッケが好きなので、ユッケ頼もうって言って、そしたら鹿のお肉のユッケで、注文するときにすごく癖が強いんですけど大丈夫ですかって言われて、なんかそこでさ引いたら、やっぱりっていうのはちょっとなんか自分の中でかっこ悪い気がしてさ、食べたことないけど、あ、全然大丈夫ですみたいなすごいもう慣れてる感出して、あ、もちろん大丈夫ですみたいな感じで言って、そのお料理が来て、そしたらちょっと衝撃を受けた。衝撃を受けた。初めてな感じでした。ちょっとなかなかに、あ、癖が強いってこういうことかってな。癖強だった。いやでもちゃんと全部食べたちゃんと頑張った、全部食べましたいや美味しくなかったとは言ってないよ。美味しくなかったとか言ってないけど、いや私にはちょっとまだ早かったのかもしれない。だからしばらくユッケはもういいかな。ちょっとトラウマになった。あとは最近何してた？皆さんの1月はどうでしたか？そうなんだ、生の鹿肉ってなかなかないの。
地獄だよって。なかなか忙しい。寒すぎてカサカサ。なんか見たことある子だって。はじめまして、原田さやかって言います。よろしくお願いします。アニメ見てた？アニメ、私も今期のアニメはやっとチェックして、結構いろいろ見てる今期。何個ぐらい見てるかな。割とめっちゃ見てるかも。今日お仕事でももちゃんと一緒でアニメの話したりしてた。アニメアニメ、あれ？1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個見てるかもしれん。休日の悪者さんぶっちぎり、悪役令嬢系のやつ2つ、レベル99とループ7回のやつ見てて、とマッシュル、姫様拷問の時間です、知恵魔法の間違った使い方、うるせえやつら、フリーレン独り言。何個言った？早口になったってやばい、特有のやつが出ちゃった。確かにリップ赤すぎかもね。見てる。今期は割と見てる方。まだ増えるかも。指先となんとか見てるって。見てないけど、今日ももちゃんに、ももちゃんが見てるって言って面白いって言ってたから見ようかと思う。やばい、割と。でもあれをね、なんか見ていくうちに減っちゃったりとかあるかもしれない。また増えたら。お知らせします。え、なんかさ、今日メールで送った写真。今日メール。もっと送りたかったけど。すごい髪伸びて見えたんだけど、こうやって見たら別に普通じゃない？あの写真
だけなんか異様に伸びて見えたんかもしれん。でも伸びたか。でも写真ほどじゃないよね。今日なんかタクシー相変わらずタクシー課金中にこう自撮り撮ったんですけど、そしたらすっごいね、すごいロングの人みたいな写真が撮れちゃって、こんな髪伸びたのって思ったけど、あ、伸びてる？でも伸びた。でも写真ではねすごいロングみたいになってたけど、言うほどこうやって見たら言うほどかも。いや加工そんな髪そんな加工あります？そんな加工なくない？何もしてないのにすごい髪が長い。自撮りってあれかな、ちょっとこうさ下目から撮ったりしたらさ、こうなんか角度的に長く見えたりするのかな。角度の問題あるか。今ちょっとしようと思ったけど無理だった。あと5分で、え、2月ってさやばいね。2月か。だってもう来月、もう1ヶ月後3月ってことでしょ？ん？よくわからん話しちゃった。それは当たり前か。え、でもさもう来月1ヶ月後3月ってもう3月ってなんか春って感じするじゃん。そしたらなんか今年冬が短い気がする。もう寒いのってさこのもう2月いっぱいぐらいじゃない？あ、3月まだ寒い。え、でも2月、あれ何月が一番寒いんだ。1月、1、2月が一番寒い気がする。2月上旬、2月3日、2月3日は公演がありますね。チャートリー、じゃあちょっとチャートリ公演2公演あるから、昼の公演はちょっとこのリップつけてみて。あ、でもその場では分からんかじゃあその場でさ、配信とかでもさちょっと見たら感想ちょうだい。それでなんか赤すぎたら夜の公演はリップを変えます。あ、そうね、じゃあお見送りって感想ちょうだい。昼夜公演行きますって待ってます。待って、壇上読むね。壇上読ませていただきます。急遽ですが、急遽ですが。13位土星さん、12位くにばすさん、11位かずさん、さやかりん、たおし、10位いっこうさん、9位けんちゃん、8位ようちゃんさん、7位やまいさん、6位かずささん、5位しょういちさん、4位つなさん、3位ひゅうがひゃんさん、
2位ゆずきちさん、そして1位ビルマさんです。そして明日大吉の方は高典さんです。おめでとうございます。ねえ、1月もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今年の12分の1、こうやって考えたら1年ってあっという間な気がするね。私なんか変な時間にから微妙な時間寝ちゃったからさ、3時間ぐらい、なんか今全然眠くないやお風呂入ろう。それじゃあね、皆さんはゆっくりとお休みくださいね。生活リズム崩れるやつよねこれ。おやすみなさい。ありがとう。またね。明日に備えて休みましょう。